カイト、目が離せないね。すっげえウケる。ありえねえだろ。でかっ。普通に大企業の本社ビルだからな。むしろ現実からの侵入のが無理。こんなののパレスに行ったっての？モナのやつ。これまでとはなんか格が違うね。奥村、ネットで見たけどよ、ありゃやってるね。お前も奥村黒だと思わね？おう、絶対黒だって。本題はモナ。わかってるよ、例の廃人事件の証拠もバッチリ聞き出さねえと。確か双葉、パレスのキーワードを調べてくれてたよね。本社ビルが宇宙だ。あ、なんだそりゃ。ああ、それでビッグバンバーガーね。ビッグバンって宇宙語だしね。いや、宇宙語ではないけどね。あの出店コンセプト、社長のイメージから来てたわけね。宇宙か、高ぶるな。入ったらいきなり空気ねえとか勘弁してくれよ。いい？起動するわよ。ニュースのこともあったからね。奥村社長が警戒してるのよ。あの野郎、手間かけさせやがって。うお、まるで映画の中だな。スケッチブック持ってくればよかった。なあ、承知した。おい、よし。いっぱい嫌がんな。ビッグバンバーガーのロゴついてる。なんか言ってる。シフトは厳守、嫌ならやめろ。ただし手当てなし。なんだそれ。あ、廃棄だって。あれも奥村の認知なんだよな。だとすると、あのロボットは。憶
測も入ってるけど、あれ多分社長から見た奥村フーズの従業員だよ。従業員がロボットってこと？あの扱い、現実でもあれならブラック企業だな。ほらな、奥村ってクソだろ。言った通りだぜ。本題はモナ。この辺にはいないみたいだし、奥を探そう。クソ。これこの見た目じゃ力づくは無理でしょう。今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人の認知を操作する流れか。でもモナだって先へ進めてないはずよね。ならパレスにいるとしてもここより手前にいるはず。お待ちなさい、あなたたち。誰だよ。あの服、まさか私たちと同じ黒い仮面。まさかマダラメや金城が言い残した。じゃあこいつが廃人化の犯人ってか。女だったのかよ。俺たちをつけてたのはお前か。なんとか言えっての。はあ、お前ら勘違いもほどほどにしろよ。モナ、無事だったのね。ご無沙汰だな、パンサー。ご無沙汰ってほどでもなくね。お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい。いや、お前を探しに来たんだが。お宝は我が輩とこのこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗？ペルソナだって使えんだからな。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます。それモナが言った。あなたたちは怪盗失格です。いいですか、立派な怪盗とは。言ってやれ。あなた、どう考えてるんです？そうです、その通り。無駄話はおやめなさい。そっちが降ってきたんじゃ。モナ、何なんだよ、こいつ。待て、今ちゃんとするから。あなた。俺？少しは場の空気を読みなさい。え？あなたは柄が悪くて頭も悪い。はあ？あなたは何でしたっけ。わざわざこんなこと言うためにここに。なんつうか、あいつ安全なやつっぽくね。お宝は私たちがいただきます。
それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる暇はねえんだよ。やめとけよ、それあかねえ。我が輩たちをなめんなよ。後ろ来るぞ。え、ひょどってんじゃねえよ。逃げんだよ。後でいつもの場所に。あ、お疲れ。なかなか厳しかったな、この疲労感。初めてペルソナに目覚めた時以来だ。さっきから何見てるの？ああ、ごめん。待ってる間、時間もったいなかったから。奥村フーズのエントランス嵐がまたニュースになってる。だあ、くそ！なんで俺ばっか追ってくんだ！美少女怪盗様がドア開けっから。あのドア多分生体認証式だったのに、どうやって。あの子何なんだろうね。ペルソナ使いって言ってたよな、本当なのか。見た目それっぽかったけど。モナ裏切ったの？やだ。裏切ってはいないと思う。もしそうなら正体をバラすとか直接的な脅しをかけてきてもおかしくないし。つうかモルガナとあの怪盗女はそもそもどういう関係なんだ？声質や体のフォルムから言って俺たちの同い年くらいに見えたな。私どこかで見たことある気がする。マジ？どこの誰だよ。学校だったかな。学校？あ、そういや、なんか俺もどっかで。囚人の生徒なのか。そんな気がするだけ。仮面かぶってたしね。生徒会室に全校生徒の写真名簿があるの。明日片っ端から調べよう。美少女怪盗のことが分かればモルガナに接触できるかもしれないし。じゃあ俺たちは奥村フーズのことでも探るか。廃人化との関係を調べた方がいいからな。吊るし上げてやる。そうそう。Thank you.
あ、この子美少女だぜ。けど年下か。龍二、嘘、これ同い年？お父さんの友達に似てる。真面目にやれ。少し休憩しましょうか。女子生徒だけでも何百人だもんね。集中力も切れるよ。なんかみんな同じ顔に見えてきた。見つけられんのかな。すげえ自信だな。ん？この子、奥村春。奥村？美少女怪盗もこんなじゃなかった？特にこのゆるふわな髪。奥村だ。生体認証式のドアを難なく開けたこととも符合するわね。調べてみてもいいかも。でもなんでパレスにいたんだろう。なの、本人に吐かせりゃいいじゃん。今日はもう帰ってるかもしれないから、また明日にしましょう。私戸締まりしていくから。それじゃあ明日ね。興味あります？いいんですか？じゃあこれ下ろしてもらえると。さすが男の子、ありがとう。2年でしょ？じゃあ私の方がお姉さんだ。どっかで会ったこと。自己紹介してないね。私、奥村春さんよね。奥村フーズ代表取締役社長、奥村邦和の一人娘。どうしてその父親のパレスにいたのか説明してもらえるかしら。そうか、やっぱりそうだったんだ。すごいな、一日でバレちゃった。あの世紀末な格好すごく似合ってたよ。その話はやめておきましょう。なんで怪盗に？お父様は経営者として評価されてるけど、私いろいろ疑問があって、実際大変なことになっちゃったし。だから自己満足かもしれないけど、私なりの償い。でもこんなの逃げかな。モルガナとはどこで？それは本当に偶然、会社のビルの前で寂しそうな猫を見つけたの。それがモルガナ？追いかけてったら異世界に入っちゃって。お父様の会社を私が変えることはできないけど、怪盗になればお父様を変えることはできると思って。私たち協力できないのかな？何がしたいのかわからない人たちと協力なんてできないよ。今じゃ無駄に世の中を騒がせているだけだし。それに弱い者を助ける怪盗団は仲間を助けてあげないみたいだし。それは、私はただお父様に罪を償ってほしい。それからそのきっかけをくれたモナちゃんのお手伝いをしたいだけなの。けれど目的は一緒でしょ？協力した方が。いいえ、モナちゃんと二人で行きます。なかなか痛いとこ疲れたね。何がしたいのかわからないか。協力を取り付けるのは無理そうね。どうするかみんなと相談しよう。モルガナもほっとけないし。戻りました。あいつらを追い払え。そうだ、最優先で頼む。ようやく政界への足がかりを得たというのにこれだ。何が怪盗だ。マスコミに何か聞かれたか？いえ、
何も。あの、怪盗団がどうかしたんですか？怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。報道のせいですか？成功者への妬みだよ。最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない、そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします？心を盗む怪盗が本当にいたら。まだ私を疑っているのか？いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。はい。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって必要不可欠なコネクションになる男だ。精一杯努めます。自分にできることを精一杯。それでいい。それでこそ奥村の娘だよ。